この横の女松丸亮吾くんと同じ服着て何ペアルック気取りみたいな怖くない？あの私ちょ東大の授業とか覗いたことあるんだけど、普通にあの東大のインカレサークルにいたんだよ。謎解きのな、あの唯一覗いたのはね、東京大学の線形代数って授業だけ覗いたこと。あ、そうそうそう、松丸さんの、アナザービジョンっていうサークルに私いて。そうだよ、ケンピだからそのつながりでさ、今なんか謎解き作ったり、昔なんかテレビ出てたりしたんだよ。ひらめき次第っつって。ひらめき次第言ってましたよ。知ってる？ひらめき次第。皆さんご存知ですか？なんだっけ、今夜は謎トレっていう番組があって、東大生からの挑戦状みたいな。あ、そう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 、で出てた。あんまりテレビとか好きじゃなかったんだけど、人がいないだかで、うんのさん、アナザービジョンとして出てくれませんか？でも私東大生じゃない。いいんです、東大生じゃなくても貴重な女枠だからとかそうそう、まあ役に立てるならいいですよ、なんかひらめきだいっつって東大生のふりしてやってましたけど、そう東大生じゃない。いやでもアナザービジョンだったからいいんだよ。やってたよ私。え、松丸ファンに絡まれましたか？私出たの数回なの。でも言うてピンチヒッターじゃないとちょっと松丸亮吾の隣で手なんて触れないと思って、怖いじゃんファン。だけど、あ、そう、なんか番組の方針的に東大生でグループ感を出したかったんだって。だから衣装がついてきたので、なんかみんなこうボーダーの服着たの、白と黒の。私が出た時一回みんなでボーダーの服着て4人ぐらいで、松丸さん男に元気ひらめき次第まあそういう風にそうやった回があったんですけど、そしたらそこの部分スクショされて、よくわかんないね、女の人だと思うんだけど、捨てやかで、え、松丸くんとペアルックのこの女何、彼女どういうことってなんか絡まれたというか、なんかあのツイッターで言われまして、え、ちょっと待って4人ペアルックやけどみたいな松丸くんと私しか見えてない、みんなそう囚人服みたいなさ、ボーダーの服着てたのに、なんか、え、この横の女松丸亮吾くんと同じ服着て何ペアルック気取りみたいな怖くない？もちろんそういうことですどういうことやなんでもないよ。怖いよなあれ、視野狭すぎん？ちゃんとだってスクショして他の2人も映ってんよ。4人ボーダーって分かるのに、その方はなんか松丸亮吾とこの女はピュアルックだからなんかあるんじゃないか、すごいそんな執着してましたね。だ怖っ、あんまテレビ好きじゃないだから、なるほどないことね、怖い、もうやだ、うん、切っ取られてないよ。だから普通にその人は4人の写真をあげて、この2人ピュアルック、え、お前にはその他の2人目に映ってない、おかしい、おかしいのその彼女にはもう私と松丸さんしか見えてない。いやもう大変ですよ、大変だなと思いました。いや面白い、え、顕微鏡にしてなさそう。いや面白いなとは思ったけど、なんかやっぱテレビに出る人って大変だなって思ったし、もうあんまりなんだろう、芸能人に近づかんとこうみたいなまあそんな感じ、いろいろありましたね。あ、そうね、テレビありましたね、モニタリングとか、まあ、いろいろあったんです。ありがとうございました、ありがとうございましたありがとうございました、ありがとう。